皆さんこんにちは。こんにちは。ピカイチ野菜くんスタッフのハセとホリーです。今回は野菜を使って染め物に挑戦したいと思います。はい、あじゃあ今回初挑戦ですね。そうですね、どうなるか本当ドキドキしてます。で今回は、今回使う野菜なんですけども、ボルシチとかでも、おなじみ、ビーツを使っていきたいと思います。はい、うん、すごい色が、ね、この時点でも結構色が出てるんですけど、はい、あこれを使ってですね、はい、そうですね、こちらのハンカチと、まあ、できたらそうですね、できたらこっちの T シャツも染めていきたいなと思います、うん、で今回、普通は、こう茹でて、その茹で汁を使って、染めるっていうことが多いんですけど、今回、スロージューサーを使ってですね、まず汁を出してそこから染めていくっていうことをやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですけど、ジューサーでこのビーツを絞っていきましょう。はい、絞りましょう。はい、じゃあレッツラゴー。ゴということで絞り終わりました。結構絞りましたね、うん、結構すごい 赤紫ですね。綺麗な赤紫ですね、うん、これがこのまま染まればいいですけどね、うん、そうですね、確かに。はい、それでは早速染めるものをやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。じゃあホーリーの方でやってもらいます。じゃあどうぞ。じゃあまず、ボウルに移します。すごい色すごいですね、ワインみたい、うん、すごいすごいすごい。で、この状態ですと、まあ、量が足りないのでちょっと水をね、かさ増ししていきたいと思います。じゃあどうぞ。適量でいいんじゃないですか。いや、それでも濃いよ全然薄まってる感じもないですね、すごい濃い。ちょっと新品だったので、濡らしたタオルを浸していきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、入りました。あ、すっごいめっちゃ濃い。大丈夫、うん、なんか大丈夫すごい綺麗ですね。綺麗だけど一瞬でこんなに絞りました。え、どうしよう、ちょっと絞ります。漬け込んで時間見てみましょう。はい、はい、じゃあ約5分経過しましたので早速取り出して様子を見てみたいと思います。はい、あ、でも結構綺麗に、そうですね、綺麗な綺麗じゃない？すごい結構綺麗、ね、出てますね、はい、あ、いいんじゃないですか、うん、じゃあこのままだとさすがに色落ちしてしまうので、うん、はい、ということで、色止めをするためにお酢と水を混ぜたもので、つけていきたいと思います。はい、じゃあ今、こっちの方はちょっと押して、ハンドタオルの方をつけてるので、はい、はい、T シャツ、はい、無地の T シャツ、無地の T シャツを染めていきましょう。じゃあ、ドン。もう、こうつけてる時すごく真っ黒、汁自体がすごく、うん、真っ黒なんですよね。じゃあ使うまで、しばらく置きます。置きます。はい、じゃあそうしましたら時間が経ちましたので、取り出していきたいと思います。はい。こちら。そうですね、ちょっと色が薄くなっちゃいます。やっぱ絞るってことですね。はい。ということで、結構綺麗なピンク、赤。そうですね、ワインカラーみたいな。みたいな色になりました。じゃあ、こんな、これですね。
っと飛んじゃいますね。作業中はすごい気をつけないと。作業中は飛ぶので気をつけてください。もしあれだったら大きいタライとかでやった方がいいかもしれませんね。あ、でも T シャツも綺麗に、うん、結構綺麗に着れましたね、うん、こんな感じで染まりました。色が染まりました。どれくらい落ち着くかっていうのはちょっと分かったですね。そうですね、まだこれからです、うん、これからだと思います。ということで、はい、ビーツを使って、染め物を作ってみましたがどうですかね。いや、めちゃくちゃ綺麗な色になったんじゃないですかね。思った以上に、はい、濃い色に出ましたね、うん。ビーツとか、野菜で、染め物ぜひ挑戦してみてください。はい、やってみてください。で、まあ、染める時に、いろいろ飛び散ったりするので汚れてもいい格好で、やってもらうといいと思います。で、あと布なんですけども、染まりにくいものとかも多分あると思うのでそこら辺も、まあ、注意していただけたらと思います。はい、じゃあ皆さん、これで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうしたら、つけた、色染めした、はい、T シャツとハンカチ一体どうなったでしょうかということで、モーリーさん、はい、どうなりましたか。こちら1日乾かしたものになるんですけれども、こうなりました。あれだいぶ薄いですけども。そうですね、乾いたらだいぶ薄くなっちゃって茶色っぽくなっちゃいましたね。すんごい鮮やかだったのに、はい、これはこれでナチュラルないい味だとは思うんですけど。いや、でもこんな落ちちゃうんですね。そうですね、やっぱり水で洗ってもなかなか落ちてしまうみたいで、まあ、初挑戦だったので、もう少し改善の余地はあるかもしれないですね。ぜひ綺麗な色を再現したいものですけど、あの綺麗な色は出したいんですね、できれば。ということで、まあ、今回ちょっと色がこんな感じに、まあ、落ちてしまったんですけども、まあちょっとこれからもしねリベンジとかあったらもっとちゃんと綺麗に出るようにしたいですね。はい、はい。